A ブロックも残すところ3チームとなってまいりました。それでは続きまして22チーム目呼び込んでいきます。長崎大学活水女子大学に決めました。人数の方は2人、ジャンルの方は6、決めましょう。 Watch me